江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。もうすぐですね、今日収録で言うと今日なんですけども、選挙戦がねあるわけです、韓国で。でその選挙の活動の最中ですけども、ムンジェインを殺せと警告の与党候補が暴言、言い訳が醜すぎた。言っちゃったんですよ。はい、じゃあですね見ていきましょう。くーちゃんお願いします。共に民主党は9日、ムン・ジェイン前大統領に向かって暴言を吐いた国民の力ユン・ヒサシスズ、ユン・ヨンソク、継承難道ヤナサン・カブト候補の候補辞退を促した。シン・ヒョンヨン報道官はこの非論評を出し、破倫的暴言で前職大統領を侮辱し、極端な嫌悪政治を助長したユン候補は国民とムン・ジェイン前大統領に謝罪し、国会議員候補職から辞退せよと明らかにした。ユン候補は7日午後1時頃、ムン前大統領の私邸があるヤナサン市下北面平山村付近で遊説車両に乗って遊説をしていたところ、マイクなしで肉声でムンジェイン殺せと発言した。平山村はユン候補が出馬したヤナサン兜選挙区に属する。カラシ報道官は論議員をユン候補がムン前大統領を脅迫したり危害を加えようとする意図は決してないと釈明したことに対しても、いつから殺さなければならないという暴言が脅迫と危害の意図がない言葉になったのかと指摘した。それとともにユン候補は謝罪するふりをして適当に見過ごすなとして、陣営が違うからといって前職大統領を殺さなければならないと話す憎悪の政治は決して容認されないと言い放った。イ・ジェミョン代表もこの日フェイスブックに、ムン・ジェイン殺せという候補を国民の力は公認取り消ししないのかと書いた。イ代表は前日にもフェイスブックに、信じられない極限に背筋がゾッとしたとして、前職大統領を相手に暴力とテロを煽る執権与党候補だなんて、民主主義をどこまで対抗させるつもりなのかと候補辞退を要求した。ユン候補の隣の地方区である K 南柳山オツに出馬した民主党のキントカン候補も、やはりこの日フェイスブックに、国民の力が敗色が濃くなると悪しか残っていないようだとして、本当に誰一人残らずテロで沈んでこそ正気に戻るのかと問い詰めた。キム候補はあんな極限をしても国民の力では謝罪や自制を要求する者が一人もいないとして、あの党が正常な民主政党なのか、野党を皆コロンし独裁しようとするファシスト集団なのか全くわからないと批判した。これに対しユン候補はこの日もフェイスブックに文を載せ、継承道の言葉で殺せという言葉は非常に多義的に使われる語句として、平山村で言った発言は人の生命に対する意味では決してなく極めて政治的意味の発言と繰り返し釈明した。続いて忘れられたいと言ったムン・ジェイン元大統領は、現実政治に積極的に介入しているとし、今は手を引いて退き、当初の希望通りに忘れられた存在として静かに生きていけという趣旨で言った発言と付け加えた。ユン候補はイ・ジェミョン代表に向かって、イ代表の反応が本当にあっけないとして、人民と天倫に反する悪口を言い、国民を欺瞞して仕事をするふりする人が何の資格でそんなことを言うのか、政治を辞めるべき人はイ代表だと逆攻勢に出た。はい、というね話題でした。こちらに対してですね、警告の反応を見ていきたいと思います。いや、これはさすがにドン引きだろ。本当に恥ずかしい、落ちるに違いないと思って怒りを抑えられなくてそうするしかなかったとしたら、そういうこともあるだろうと寛容にすることもあっただろうが、なんてひどいやつなんだ。どうして459-22、極悪非道な発言、選挙過程があまりにも不公正だ。このような状況で民主党に勝つのは容易ではなさそう。国民が積極的に投票しなければならないようだ。426-29、立法機関で働く人を殺せと言っていいという子たちは精神鑑定を受けてみろ。57-17、5年ぶりに国を完全に滅ぼした牛の頭、ムン・ジェインには正確な言葉ではないか。要山の茹でた牛の頭は刑務所の無期懲役に入所させ、世の中と永遠に隔離させなければならない。54-30、あ、すみません。選挙に目がくらんで失言をしました。頑張ればいいだけなことを本当にごちゃごちゃにしているね。本当に。12-3、精神状態が疑わしい。9-3、
ムンジェインは経済10位大国、ユンソクヨルは197位ですが、マラワラ6位。これが保守の品格、人格ですか？こんなレベルですか？本当に恥ずかしいです。与野党を問わず、基本もできない人は皆吐いて。4-0。わーすごい。どうしてこんな人が候補に出るんだ？国民の力はあんな精神状態の人を出すのか？当選しても民政が心配だ。3-0。政治の前に人に対する礼儀から学びなさい。3-0。こんな風に選挙遊説する人がどこにいるの？わらわら水準羊たちだ。辞任しろ。3-0。この子たちはもともと人を殺しながら政権を維持してきた子たちだから、それが極めて正常なんだよ。3-0。怖い。連帯が本当に苦しい。民主党候補がユンソクヨル殺せ。こんな風に言ってみろ。大騒ぎになるだろう。3-1。ユンヨンソク君、前大統領にチネとはソクヨルから教わったものですか？傲慢な態度だね。あなたは地球を離れなさい。2-0。はい、というね、意見でした。それではですね、チャットの反応を見ていきたいと思います。大暴言だね。じゃあですね、一本屋の店主が何悪いことしたにだか。アウト。ああ、ついに言ってしまったか、わら。マーケー、国民の言い訳はいつも醜く見苦しいがな、わら。国民の党は選挙勝つ気はないのかね、わら。ダメだよ、本音言っちゃったら消されるよ。自分でやる気概はない卑怯者、わら。心の声がダダ漏れなのはイジェミョンだけじゃなかったのね。収監しろぐらいじゃないと。もう少し抑えて逮捕しろにしとけ。お前らはいつも暴力ばかりじゃないか。支援だけで立候補してる玉ねぎ野郎もいますけどね、わら。警告民、まあぶっちゃけ、それがみんなの本音だけどな。 W 人に言われて嫌なことは言ってはいけないとお母さんに教わらなかったのかな。今回の投票日は笑えるネタが多そうだね。乞うご期待。どちらかというとミョンミョンは消す側、消してる側だよね。もともと暴言の極致が高いからな、大丈夫と思ったんかな。本音ではそう思ってても、それはさすがに言っちゃダメよ。暴言で演説して人がついてくると思ってるのか。占領、短絡的、感情的、熱しやすく冷めやすい。なかなか気合の入ったやつがいるじゃねえか。マイク持って演説してたら気持ちよくなっちゃってついつい言っちゃった。ほらほら、こういう人が渓谷の英雄候補なんだろう。世界的に言うとテロリスト賛美する国だから、まあヘタれたみたいだが。イジェミョンの首を刺した人いたじゃないですか。で、なんか今日記事出てたんですけど、私は独立烈士だみたいな言ってましたよ。精神状態が疑わしいのではない、元からマホではないだけです。仕方ないけど、崇高な政治理念がないのだね。とりあえず言い返す言葉が暴言と大差ないのは一体どういう了見だ、わらわら。はい、それではですね、これで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、評価、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。